知った顔だ。リーウェイ校から来たのだな。町の様子は最近どうだ？バッチリだぜ。気になるんだったら自分で確かめに行ったらどうだ？昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーウェイ校の様子もとっくにその目で見てきただろう。勝利！やっと見つけた。タケノコ持ってきたぞ。ちょうどいい時に来たな。本格的なエンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって促成を促せば、ある意味近道ができる。その装置ってまさか龍雲のからくり調理人機だ。貸してもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。やっぱり何でもないぞ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると、やっぱり勝手に名前を変えるのは良くないよな。また見聞を深めてきたのか。それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ。エンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。そうだ勝利、今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。だってさ、応援って多分怪盗音楽祭のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。あいつが何か企んでるってことだけはわかるけどな。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福のこ宴会の方は、同主がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。ひひ、じゃあ。ああ、約束する。帝君、イエンデューシェンが出来上がったぞ。ああ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い。うん。この量、わざわざここまで足を運んでくれたのに、無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが、包むから持っていくといい。龍雲がこんないいものを持っていると知っていれば、我らは仕掛けの術にあまり興味がない上、そうとは限らぬぞ。我に少しでも料理の、ならば一ついいだろう。俺はもう少し旧友と世間話をする。イリデセンスツアーのステージに出られて、あたい、すっごく光栄だぜ。それじゃあ、ふーたおとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでってくれ。その名も、トーシカリン。
っちょ寂しい感動少年都市空間行きとぜイエイ超理想高な夢どこか中地縁を保険健康も宇宙高校明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで、うん、天智園様のおごりか存分に楽しまないとな。来年も良い年であるよう。きっとそうなる。師匠、小刀、我は小刀ごとき、師匠が今から新天道地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェイ校に行って人々に見せつけてやるといい。もう、あんただってそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは新園さんですね。都仙宝仙というのはいかがですか。おお、臨場感が半端ないぜ。主題を引き立てる宣伝文も考えました。金天龍音雲間に轟くとしましょう。